こちらですね、MBTI タイプ入門、タイプとストレス編、インザグリップ、劣等機能の影響下にある自分と向き合うためにと。おそらく ESFJ を私はまあ自覚している、はい、で MBTI では各タイプにはこの主機能、補助機能、第三機能、劣等機能っていうのが各項目でありますよと、はい、で補助機能というのはその人が思考する態度、まあ、外向か内向かの方向に向けて使われると、なので ESFJ だと外向の F ですね、主機能が、あ、主機能が、そうですね、はい、はい、で ENFJ も主機能が外向の F、 外向の F、で補助機能っていうのは、その人が思考しない方の態度の方向なので、外向の人なら内に向けてっていうことですね、ESFJ だと内向の S なので、感覚、で ENFJ の人は内向の N、直感になりますと、で第三機能っていうのはある本とかだと外内っていうのが書いてあるんですけど、一応この MBTI のこの本では内と外どちらの方向に付けても向けられますよと、なんで内も外も決まってないんですが、一応この外内で ESFJ だと N、N なので直感ですね、で ENFJ の方は S、 感覚、で劣等機能っていうのが内向の T ですと、内に向けるシンキングに向けられますと、で劣等機能っていうのはほとんど無意識の状態にあって、ほとんどは方向付けされてない、コントロールされてない心になりますと、なので今日紹介するこの ESFJ と ENFJ っていうのは、主機能と劣等機能が同じ、主機能が外向感情機能、劣等機能が内向思考機能ですね、で協力のために行動することを重視した人、思いやる、社交的で友好的で共感的、で親密性を求め温かいで、交流を求め陽気、理想主義、理想主義なんですよ、で顔の表情が豊かでエネルギッシュです、はい、ストレスにされると衝動的でせっかちになりますと、で感傷的でつまらないことに騒ぎ立てる、で悲劇の主人公になる、他者、あ、これ会社の社になっちゃった、すいません、はい、他人の気持ちを大切にしながら友好的な態度で人付き合いに臨みます、エネルギッシュで協力しようというスタイルです、で他者との交流に惹かれ、誰かとつながっていることを求めます、で自ら積極的に関係性を築こうとする人、で協力的な精神がある一方で、人の問題を改善できるという理想がある、ゴールに到達できると信じ、目の前に課題にすぐに集中して取り組むっていう特徴があります、僕が今勝手に分かってるんですけど、この外交感情、外交感情、要は思いやっていて、親密性があって温かいんですよ、多分この人たちは、で、まあ理想がある、で、この多分理想っていうのは、多分みんな仲良くできると思ってるんでしょうね、みんなこうだよねって思ってる、思ってる、多分このいい、ある程度マジョリティの側にいると思っていて、それが長かったためか、みんなそうだって思ってる節がある、みんな僕と一緒だよね、ね、ま、前から言ってるやつですね、そうだよね、ってやった時に違う、とかっていう反応もあるし、要は僕の中では直せると思ってるんですよ、それを俺の通りにやればいいんだよ、で違うってなった時に、あわあわになるっていう、多分僕も違うってよくやってるじゃないですか、する、まあ、この動画のやり取りこの動画のやり取り、はい、で外向感情タイプは感情機能を外界で使うことで動機づけられることから、人や物事、課題や状況の動きなどに対して意識的に感情機能を用いて、人々の間に良い雰囲気や調和が保たれるようにしますと、その人の好意や熱意を相手に感じさせる、命あるもの全般や特に人間の持つ潜在的な力を信じる、前向きで気分が高揚するようなものに意識を向ける、多分この辺ですね、
多分意識を高揚しないものには多分目を向けないんですよ。目を背けたくなる。もう背けてますよ。もう、うん、はい。で後ろ向きで悲観的な結論にはほとんど注意を向けない、うんうん、この辺ですね、うんはい、で論理分析や因果関係を認識していても、うん、それほどほとんど気にせず物事を決める、うん、そうですね。多分その辺がシンキングがなくて、うん、お互いこの ESFJ も ENFJ も、うんうん、で決める人、うん、ジャッジの人なんで、うん、論理分析とか因果とか関係ないんでしょうね、うんうん、好き嫌い、好き嫌い、自分がどう思ったかとか、まあ、周りの人がどう思ってるか、あ、合わせるためにね、うん、そうですね、うん、はい。であとは無条件に受け入れる気持ちで人に接しようと努力する、うんうん、あ、そうですね、うん、他者に、あ、出た、あ、いいねこれ、うん、他者に従属的であるという誤った印象を周囲に与えることがある、うんうん、あ、うん、でこの人たちのストレス、うん、外交感情機能のストレスは自分の根源的な価値観を、うん、実際に行動に移していける職場とかにやりがいを感じている、うん、あと社会に貢献すること、うん、支援や協力でグループと一緒に仕事をしていくことにやりがいを感じている人たちで、この ESFJ と ENFJ、うん、ストレスを感じる部分としては、うん、非協力的で陰、うん、で人を傷つけるような人たちがいること、うんうん、とか対立や圧力が生じやすい人間関係が常にあるところ、うんうんうん、なんか予言の書ですね。突発的な変化への対応が求められること。予言の書ですね。予言の書ですねこれは、うん、個人を標的にした批評したり、うん、気持ちの通い合いなしに人に接すること、うん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 、良い仕事をするために時間が不十分なこと、うん、で個人の人となりや価値観を犯すようなところにはストレスを感じるようです。説明書ですね。説明書ですね。二等兵説明書じゃないですか。まあ、なんでこの ESFJ と ENFJ のなんかまあエニアグラムと同じ理論かどうか分かんないですけど、はいはい、これを聞いてなんか相方ってなる人、うんうんうん、は多分そのタイプなんでしょうね、うんうんうん、はい、でこの劣等機能が勃発するきっかけとしては、うん、そういうストレスを感じるときとか、うん、自分の価値観に反することに対して同調するよう迫られること、うん、このタイプを志向する人たちはその自分が受け入れがたいと感じているような考え方に、うん、大勢の意見だからといって、うん、合わせなければいけない、うんうん、このタイプもやっぱりそうなんですね。私たちも、うん、合わせたい、要は合わせたい人たちだと思ってたけど、うん、要は大勢の意見だから合わせなさいって言われるとやっぱり、うんうん、このタイプとはこのタイプでやっぱり嫌だってなるんですね、うん、それはところどころ見え隠れはしますよ。してますか、うん、ワクチン打たないところとか、あ、そう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 、ワクチン打ってないところとか、はい、風土左翼的なところとか。あ、なるほどなるほど、うんうん、そうですね、うん、これは自分が大切にしている価値観に対する直接的な攻撃を意味しているのに、うん、調和は乱したくないっていう耐え難い葛藤状態があるっていうことですね、うんうん、そうそう、葛藤してる感じですよ。だからワクチン打ってないみたいなのも、はい、バンとは言わない、仲良くしようと思ってます、はい、っていう葛藤の中にこう、あ、もう、うん、これがね僕はすごい今分かるなってやってるんですけど、うん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 、これをなんか他のタイプを紹介するときに、うん、同じテンションでできるかが心配です。あー、ってなりそう。全然わかんないみたいな。そうですね、うん、これなんかそのタイプの人とやるといいかもしれないですね、うん、はい、あとはこの人間関係での対立、うんうん、やっぱり調和よりも対立が強調されるような状況は、うん、このタイプを志向する人たちの劣等機能を活発にさせるきっかけになりやすいですと、うんうんうん、その仲違いそのものよりも話し合いが不可能な状態だったり、うん、対立状態を素早く解消できなかったりするのが、うん、この直接のきっかけになる傾向がありますと、うん、ある ESFJ を志向する人は、うん、周りの人が自分の意見に反対し、うん、個人攻撃の標的にされると劣等機能が勃発しやすいと報告していますと、うんうん、で
こうした人たちがインザグリップに陥った状態の時に見られるパターン、うんうん、この外交感情の人がインザグリップに行った時に見られるパターン、うんはいうん、としてはこの外交感情の人たちは、うん、陥る直前にごめんなさい外交感情を過剰に使うようになります、うんうんうん、で他の人が望んでなかったり歓迎していなかったりするにもかかわらず、うん、無理やり調和を図ろうとしたり、うん、良い雰囲気を作ろうとします、うんうんうん、このような一面的な判断の仕方によって、うんうん、外交機能は一層機能不全を起こし、うん、ついには周囲からの退却を余儀なくされるのですとそして普段の特徴的な熱意、うん、人に対する関心や配慮、うん、楽観的なものの考え方の代わりに自分の殻へ引きこもり、エネルギーの低下、うん、悲観的な態度や落ち込みが生じてくる、うん、そして主機能の感情機能は意識のエネルギーを失い続け代わりに劣等機能の内向思考が主導権を握るようになると、うんうんうん、